国と未論は、1776年に出版されたアダム・スミスの著作である。前後編で構成されている本書は、近現代における経済学の出発点と位置づけられているだけでなく、社会思想史上の古典とも位置づけられている。見えざる定の言及とともに、あらゆる規制を排したレッセフェールを推進した文献と受け止められることも、あるが、20世紀以降の研究では、 そのような短絡的な見方は退りけられており、スミスのもう一つの著書、道徳感情論も考慮に入れる形で、より広い視野から研究されている。英語で書かれた原著の正式名は、アンインクワイアリーイントゥーザネーチャーコゼスオブザ、ウェルスオブネーションズで、日本では、諸国民の富の性質と諸原因についての一研究、や、諸国民の富の本質と原因に関する研究などと、 訳される日本語による全訳本は国富論のほか富国論や諸国民の富といった題名でも刊行されてきた。アダム・スミスの墓、道徳感情論と国富論の著者とある。アダム・スミスは1751年からグラスゴー大学教授として当初論理学、ついで道徳哲学を講じていた。グラスゴー大学の講義中にピン製造を使った。 文行論をはじめ国と未論に含まれることになる理論のかなりの部分が見られる。スミスが1759年に刊行した道徳感情論は大きな反響を呼んだ。それがきっかけとなってチャールズ・タウンゼンドの依頼に応じて大学教授を辞し、パクルー校の大陸へのグランドツアーに家庭教師として同行することになった。この旅行の中では 親友デイビッド・ヒュームの仲介もあり、フランスはケネエ、ジャック・チュルゴーボルテールらとも親交を持った。この旅行でスミスは国とロ論執筆のための刺激と執筆に専念できるだけの十分な年金とを得た。帰国後のスミスはベンジャミン・フランクリンとも出会う機会があり、アメリカ植民地に関するスミスの認識にはフランクリンからの影響が見られる。スミスは 道徳感情論の中で、さらに法と統治に関する一般理論の刊行を予告していたが、その全体像が実現することはなかった。死を迎えた1790年の道徳感情論第六版では、1776年に刊行した国富論がその構想の一部であったことを序論に付け加えた。国富論の序論及び本論の構想においては、 富を生活の必需品と便益品すべてと位置づけ、年々の労働によって生み出されるものとした。この定義は、貴金属などを富とみなした、重商主義の定義などを批判あるいは否定したものとされる。国と論は、前後編において、理論、歴史、政策を包括的に扱っているとされ、例えば第1、2編が、理論、第3編が経済史、第4編が、経済思想史、 経済学史あるいは経済政策論、第五編が財政学などと分類される。その序述は十分に整理されているとは言い難いが、後の古典派経済学の要素のほとんど、あるいは後の経済学に登場する着想のほとんどが含まれているとさえ言われる。国富ロ論は、ジョン・ロック、フランソワ・ケネー、ジャック・チュルゴーをはじめとする数多くの先達の思想を踏まえたものであり、 そのすべてが独創的というわけではないが、以下の前後編からなる。百科前書のピン製造の差し枝一編は、分業による労働生産性の上昇と、その配分の問題が論じられる。スミスの分業論は、ピン製造の題材から始まる。この例は、スミスが故郷をカラコーデで幼い時に見た経験が生かされていると言われる。従来、その着想は、 百科全書のピンの項目から得たと言われており、直接的体験をそこに加える見解は1970年代以降にに、現れたものだったが、21世紀に入ってから、百科全書以外のフランス語文献の利用を指摘する研究も現れている。国と未論の出現は、産業革命初期にあたっており、アダム・スミスは、機械性大量生産の本格化を見ていなかったという、時代的制約がある。 ゆえに、もう少し時代がずれていたら、ピン製造を踏まえた立論は違ったものになっていたのではないかとも言われている。しかし、スミスの重要な貢献は、新時代の予言よりも、それまでの考えの古さを打破したことや、人間社会における関係性を、労働を介して把握した点などに求められる。分業のシステムを理論的に定式化する際に、用いられたのが、交換成功や、 説得成功といった人間の本性に含まれる特質である。すなわち、分業しても生活が成り立つためには、交換する市場が先んじて成立している必要があり、交換成功はそれを裏支えする人間の成功と言える。そして、その交換成功よりも本源的に存在するのが説得成功であり、他人と言葉を交わし、同感を得ようとする本性が他者を説得して、 交換を成立させることに結びつくと考えたのである。そして、その交換成功は、他者への慈愛ではなく、自己の生存を確立するために、自分自身の利益に持つ関心、すなわち自愛心に由来するとした。スミスは、工場内分業の進展を、社会内の分業、すなわち職業の文化にも拡大する。彼の立論においては、工場内分業と、 社会内分業の違いが明確に区別されていない、恨みはあるものの、ともあれ分業の進展が生産力の上昇、ひいては商業社会の発展につながることが解かれる。スミスが想定する商業社会は地主、資本家、労働者による階級社会が想定されており、商業社会においては賃金、時代、利順の自然な水準に規定された自然価格が存在し、 公正さを含む参加者の同感に市場が支えられていれば、需要と供給によって決定される。市場価格は長期的には自然価格に一致するように動くとされる。この議論の基盤を成したのは、まだ十分に練られた形ではなかったが、労働価値説であった。スミスは投下労働価値説と支配労働価値説等を用いたが、この問題を十分に突き詰めたとは言い難い。 第2編で論じられるのは資本蓄積の問題である。分業が発展するためには、それに先立って常用生産物が蓄積されている必要がある。というのは、分業を始めるには、それを支える機械や設備を整える必要があるし、分業による生産物が実際に交換されるまでの生活も支えなければならないからである。スミスはこの問題を扱うのに際し、労働を 生産的労働と不生産的労働に分けた。前者は農業や工業を指すのに対し、後者はサービス業を指す。これらを分ける基準はスミスが富と定義した生活の必需品、便益品を生産するかどうかであって、不生産的労働が持つ社会での有用性を否定するものではない。スミスは生産的労働から資本が蓄積されると捉えた。スミスは 生産的労働の生産物のうち、生産に用いられた分の資本が回収され、残った部分が常用となる。常用は税及び消費に充てられ、残りの部分が貯蓄となり、この貯蓄がすなわち、資本の蓄積に回される。言い換えると、常用の中から税と消費に回る分を抑えれば、抑えるほど、資本の蓄積量は増大することになる。そして、スミスは、 人には支出成功と倹約成功があり、長期的には後者の方が上回るとみなした。しかし、倹約成功はあくまでも自身の財産にしか及ばず、公共財産の管理にはこうした成功が働かないと考え、資本蓄積を妨げる要素としては、個人の浪費よりも政府の浪費の方が深刻であるとした。こうした考えは、浪費を肯定的に捉えた重商主義とは、 対立的なものである。第3編は経済史に位置づけられる。ローマ帝国没落後のヨーロッパの発達史をたどる。アダム・スミスは国府を示す生活資料の使用部分、すなわち食料を生産する農業にまず資本を投下し、その発展が商工業の発展へとつながることを自然としたが、実際にヨーロッパでは都市への特権付与などによる転倒が起こったとする。そして、 その不自然な発達史を裏支えした理論が重症主義であるとした。この第三編は前後編の中で最も短いが、第四編で展開する重症主義批判につながる点では重要な編と言える。第四編は経済学史などに位置づけられる。旧来の学説、具体的には重症主義、重脳主義への批判だが、ほとんどは前者への批判に裂かれている。スミスは、 重農主義に対しては批判しつつも影響を出し切れておらず、農業を重視する生産的労働と不生産的労働などにも投影されている。重症主義は近隣貨幣を富と解釈し、その築造を施行する。しかし、国内商業では売り手に富が築造される一方、買い手は損失を出すことになる。そこで重商主義では、 国際貿易で在化を稼ぐことを重視し、輸出の省令と輸入の抑制のための政策が取られるとともに、植民地拡大を目指し、軍事費も増大することになる。しかし、スミスは、重症主義政策を、輸入抑制のための2政策、輸出省令のための4政策、計6つに分類し、この第4編では1章ずつをえて批判した。批判した論点の中では、 植民地論の比重が明らかに大きいが、これは当時のアメリカ植民地の情勢と強く結びついている。スミスは輸入の制限を有害なものとした。他方で国防をより上位に置き、公開条例を高く評価している。故に無条件に規制の全廃を主張したわけではないし、規制をなくすことで損害をこむる人々のために改革の速度を全身的とすべきことも主張した。 また、輸出奨励金も有害なものとし、輸出を奨励する政策は、不利な産業に、過度の資本を投入させるものとして批判している。同様に植民地支配にしても、植民地から安く買い叩いて、高く売りつけたところで、不利な産業への資本の返償を促進することで、自国の産業発展を歪めることになるとした。また、植民地の防衛に、 本国の税金が投入されるというコスト面からも植民地支配の非効率性を指摘した。そしてアメリカ植民地については彼らの代表権を認めて取り込む案と植民地を放棄し同盟国とする案とを示した。とはいえスミスは前者の実現困難性に触れておりアメリカの慎重に伴って課税額に応じた代表数が拡大すればイギリスの首都が アメリカ大陸に移転する事態が起こりうると懸念した。見えざる手、編集、見えざる手も参照、国と未論に登場する、見えざる手という言葉は広く知られており、ジョン・ケネスガル・ブレースは、経済学の引入の中で最も有名なものとまで位置づけている。しかし、直接的にこの単語が登場するのは、第四編二章の一箇所だけである。この、見えざる手の背後にある思想は、 人々が利己的に行動することこそが市場を通じて公益の増大にもつながるということである。この着想は市役が公益につながるというバーナード・デマン・デビルの思想から影響を受けたと言われている。ただしスミスが市場に無条件で全てを委ねる自由法人主義を第三したという理解は正しくない。スミスが説く利己心はあくまでも同感とセットになって 正義の法に反しないものであり、全くの好き勝手に振る舞うこととは異なる。スミスの考えに沿えば、独占などが行われていないフェアな市場で事故の利益を最大化するには、他者の批判を招く行為に出て、今後の取引に差し障ることは、避けようとするはずであり、好き勝手に振る舞うことは、むしろ事故の利益を最大化することにはながらないので、ある。そもそも、自然的自由。 自由競争といった表現ならば、スミスの書き物には品質するが、自由法人という表現は一切登場しない。しかしながら、スミスの見えざる手は曲解され、国と論の初期の擁護者となった信仰の資本家たちは、レッセフェール以外のスミスの主張を無視した。そして、人道的な政策に反対する資本家たちまで、政府によるあらゆる規制に反対するものとして、 スミスを引用する始末であった。第5編は財政学や経済政策論にあたる。第4編までの議論によって国家の不適切な介入を俊敏したスミスが国家の役割について扱ったのが本編である。前半で国家経費論が論じられ、後半が国家収入論で租税や交際が論じられる。スミスは国家の役割を国防、司法、 公共事業の3点に絞った。こうした国家論をフェルディナント・ラッサールは夜景国家と批判したが、この批判は失当である。また、20世紀末に新自由主義が台頭すると、小さな政府の経緯づけにスミスが担ぎ出されるようになった。しかし、第5編においてスミスが論じる国家の役割は決して、小さなものではなく、そのコストも安価なものではない。 まずスミスは国防について野蛮な国々の脅威から文明国を守るためには、規律や連度の点で民兵組織よりも常備軍が適切であることを説いているが、それはそのコストを国民が負担することをも意味する。次に司法については国家が担当するとしつつ、権力分立の考えにのっとって行政権から分けるべきとした。最後に公共事業については、 インフラストラクチャー整備のための公共工事のほか、教育が含まれる。スミスは、オックスフォード大学在学中に失望した記憶から、高等教育においては、各教授がより良い授業を提供し、学生を多く獲得できるように競争すべきと考えた。しかし、分業には、負の側面があることに踏み込み、 分業の細分化された作業に従事する一般民衆は不満になる危険を抱えている一方、教育のための時間や費用を事故で捻出するのが難しいと判断したのである。スミスはこのように国家の3つの役割を規定し、これに主権者の威厳を保つための費用を加えたものを歳出とし、その財源について論じた。スミスは 国有地などの国家独自の収入源を増やすことは、民間の土地などを減らすことになるとして否定的であった。スミスが推すのは租税であり、租税の4原則に照らして様々な税を検討した上で、時代税と社種品税を他の税目よりも評価した。最後に、交際や貨幣解約も有害なものと位置づけ、特に戦争を理由とする交際発行には強く否定的であった。 スミスは第5編で再びアメリカ植民地に言及し植民地を手放すことを示唆しつつ国富ロ論を締めくくった国富ロ論初版観光直後の書評の数は少なくその内容のほとんども論評というよりも内容紹介にとどまるものであったしかし知人のエドワード・ギボンからは指針の中で絶賛された同じく知人のデビッド・ヒュームからの指針でも 見解の相違はさておき評価を受けた。また、アダム・スミスが政治家たちの会合に出席した際に、ウィリアム・ピットは自分をはじめとする列席者が皆、スミスの弟子であると位置づけた。後に、会員の演説でも、ピットはスミスの示した解決策を高く評価する演説を行った。スミス自身が細分化された意味での経済学者ではなかったように、当時は、 経済学以外の学者たちにも読まれ、ジョゼフ・ブラック、アダム・ファーガソン、ウィリアム・ロバートスンたちからも高く評価された。経済学の領域では、その幕開けとなった文献と位置づけられている。証券仲買人であったデビッド・リカードは、1799年に、夫人の療養のため、バースに滞在していた。この保養中に、国と未論を偶然読んだことで、彼は、 経済学への関心を持ったという。その後、研究を進化させたリカードは古典派経済学の完成者とも位置づけられている。また、カール・マルクスの労働価値説がスミスからリカードへと引き継がれた流れの延長線上に位置づけられるなど、マルクス経済学への国と未論の影響は決定的なものとみなされている。新古典派経済学においてもアダム・スミスについて、 ケンブリッジ学派を創始したアルフレッド・マーシャルは、近代の経済学の創立者とみなされて良いであろうと、表紙、限界革命の中心人物の一人、レオン・ワルラスも、経済学の父と呼ばれる人と位置づけていた。国とロ論はまたトマス・ロバート・マルサスを経由して、ジョン・メイナード・ケインズにも影響を与えた。ヨーゼフ・シュンペーターは、国とロ論を、経済書としてだけでなく、科学書としても、 チャールズ・ダーウィンの種の起源を除いた中で最も成功した書物と位置づけた。なお、19世紀末以降、道徳感情論と国と未論が描く人間像が、かたや利他的、かたや利己的で対立しているとみなすアダム・スミス問題が提起されたが、それは現在までに誤解として退りけられている。道徳感情論においても利己的であることは否定されておらず、 国と未論においても人間が本来的に持つ利他性は正義の方法や同感といった概念を通じて示されているからである。そして国と未論の評価の高さに対し道徳感情論の方はジョンケネス・ガルブレスが1980年代後半に今では概ね忘れ去られているとしたほどだったが研究状況は変化している。むしろ21世紀に入ってからのスミス研究では 道徳感情論の比重が高くなるにつれて、国と未論をスミス思想の中心に置かず、経済学の古典よりもずっと広い、道徳哲学全体の中の一部分として捉え直す、ことが主流となっている。ゆえに、国と未論を研究対象とする研究者も、経済学者学者に限られなくなっている。国富論は、アダム・スミスの生前、ご飯を数えた。その第ご飯を手本に、 先行する各班との移動を収めたエドウィン・キャナンの工程版が刊行されている。アダム・スミスは1773年には国と未論の大予想を書き上げていたが、その仕上げにさらに3年ほどを費やした。これは国と未論でもかなりの分量になるアメリカ植民地問題の進展に対応するものだった。スミスはなおもアメリカ情勢を見守ろうとしていたが、 生前の観光を望んだ親友デイビッド・ヒュームの願いを聞き入れて出版に踏み切った。初版は4つ折り版に関本で1776年3月9日に観光された。これは廉価とは言えず当時の労働者の日当で言えば20日分に相当する金額であったが半年で売り切れた。この初版にはエディンバラ版と通称される本同じ年のうちに ダブリンで刊行された不正版や第2版の刊行後に、それを土台にして、表題紙を差し替えた議版なども存在する。第2版は1778年1月前半の頃に刊行され、版型、関数、価格は初版と全く同じであり、形式的な違いは、第1巻の冒頭だけにまとめられていた目次が各巻に分けて付けられるようになった点である。内容的には、 内容に関わる訂正や削除も含め、全体的に手が入れられ、客中の数や分量も大きく増えた。第3版は8つ折り板3冠本と小型化し、1784年11月20日に、刊行された。この時の改訂は、スコットランド関税監督官になっていた経験も、活かして、第4編に大きく加筆するなど、大がかりなものとなった。そのため、 スミスは初版と第2版の購入者のために、増補訂正部分を抜きずりとして別売りすることを、第3版の刊行に先駆けて版元に提案しており、これを受け入れた版元によって、第3版と同じ日に、増補訂正部分の別冊が刊行されている。これに対し、1786年11月6日に刊行された第4版は、第3版と版型、関数とも同じで、 第4版のための橋書きが追加された以外の訂正箇所は微細なものにとどまる。スミス自身、上記の橋書きにおいて何の変更もしていない旨を表明している。1789年に刊行された第5版は第4版と版型、関数、価格が同じで、変更点は5色の訂正などわずかなものだが、翌年に没したスミスが直接関与できた最後の、 関本であった。キャナン版第6版はアダム・スミスの死後である1791年に刊行された。従来、アダム・スミスが自ら手を入れた版は第5版とされており、口述するキャナン版や日本語訳なども第5版を定本とすることがしばしばであった。しかし、第6版がアダム・スミス自ら改訂作業を行った最後の版ではないかという説もあり、 第六版との移動を考慮に入れたり、第六版を底本とした翻訳も出されるようになっている。以降、版次が明記されたものは、第十一版まで刊行されることになる。十九世紀は自由貿易が推進された時代であり、時代に適合していた国と未論は、専門家による序論と注釈が付けられた版も七種類刊行された。その種の版の中で評価が高い版は、 1904年に現れたエドウィン・キャナンが刊行した工程版である。これは第5版を手本にそれ以前の各版との移動をまとめたものである。この版について大内表へは一番完備した版とし、水田用は20世紀初頭のイギリスのスミス研究の最高水準の中に位置づけた。ドイツ語訳版、国と未論、国と未論は 初版観光の年から翌年にかけて、ドイツ語訳が出て、その後もフランス語、イタリア語、デンマーク語による翻訳が刊行された。これらと、スペイン語訳版は、アダム・スミスの存命中に出版されている。国府論の原書は、江戸時代の日本に入ってきていた。シーボルトの蔵書にドイツ語訳版があったほか、改正書には1863年版があったことが、明らかになっている。 明治時代初期には、大城館、内務省、大蔵省をはじめ複数の官庁に原書が所蔵されていた。その日本語訳については、明治初期から小訳の類はあったが、最初の全訳と言われるのは、石川栄作役、東美国論である。これは石川が1882年から雑誌に掲載し始めたものだったが、第4編の途中で石川が病没し、 佐賀小作が引き継ぎ、全十二分札が、後合殺され、全三巻で1888年に刊行された。その定本は、明記されていない。杉原史郎は、中の内容から、19世紀にマカロックが編集を、付けた版が、定本になったと推測していたが、水田洋は1812年のマレーによる再版が、定本だったとしている。 この最初の善役を後押ししたのが田口幸吉であり、彼や福沢諭吉の影響で、アダム・スミスの名は明治時代の小学校の教科書にも掲載されていた。大正時代には竹内賢治が善役布告論を刊行している。善役としては、これは二番目のものであった。この竹内分が完成した1923年には、アダム・スミス生誕200年を記念する行事などが、 東京大学、京都大学、東京商科大学、慶應義塾大学でそれぞれ挙行され、その講演が大盛況であったことが伝えられている。竹内は、不国論という署名を踏襲したが、国富論や諸国民の富と訳されている例があることに触れており、竹内自身、1924年に改訂版を刊行した際に、善悪国富論と解体した。 関東大震災で全館観光を断念した後、改造文庫から改めて全三館の改版を観光した際にも国と論と題した。竹内が定本としたのはキャナンバンの第二版である。なお、版元の有う比較はキャナンバンの版元から判権料を要求され支払った。これはキャナンバンの日本語翻訳独占権を得たことを意味した。昭和時代になると、 太平洋戦争前の共産主義に対する規制から自由主義経済の研究者だけでなくマルクス経済学の研究者たちも資本論の代わりに国と未論を講ずることがあり学生たちも国と未論を読むことが多かったというそうした背景から国と未論を研究していた学生たちが特別高等警察の取り調べを受けることもあったというそのような中でも フリードリヒリストとの関わりでアダム・スミスを研究することなどは認められており、大内表演による善役が岩波文庫で刊行された。大内は国富論というわけを採用した理由について、布国論、諸国民の富といった役名が存在していることを認識しつつも、特に憂 u ているとも思われないとしていた。戦後岩波文庫版は解約され、大内表演、 松川七郎役、諸国民の富が刊行、諸国民の富への変更は、一層適切であり、自然でもあると考えられることや、日本の学会でも比較的広く用いられるようになってきたと判断されることによるとした。1969年には、岩波書店の単行本が改訂出版された。戦前と異なって、マルクス主義に対する制約もなくなったが、 国富論を含むアダム・スミス研究は独自の進展を遂げ、研究者たちによるアダム・スミスの会も発足した。1968年には世界の名著アダム・スミスにもキャナン版を定本とする国富論が刊行。この版は小役版だが同じ役者たちにより第5版を定本に全訳され、新版は中古文庫全3巻、開版。 中高クラシックス全4巻が刊行された。20世紀末に岩波文庫版が解約され、水田洋刊役、杉山忠平ら役、国富理論が刊行。第6版を底本としたのが、国富理論国の豊かさの本質と原因についての研究で、経済学者ではなく、専業の翻訳家によって全訳されたものである。2020年4.5月に、 国とロ論国民の富の性質と原因に関する研究が刊行された。その一方、20世紀末以降、知名度の高さと裏腹に読まれざる古典と化し、一般読者どころかエコノミストからさえも誤解されていると指摘する経済学士学者も見られるようになった。もっともそれは日本だけの話ではなく、ジョン・ケネス・ガル・ブレースもまともに読んでもいない人間によって引用される。 文献として、資本論、聖書、国と論の三冊を挙げている。ありがとうございます。